ロシア軍第5艦、戦車キラーの攻撃ヘリが全く活躍できない。年が明けて今、米欧から大量の戦車、歩兵戦闘車などがウクライナに供与されようとしている。第一次世界大戦以降、戦場の主役は戦車だと言われてきた。その後、第四次中東戦争、1973年で対戦車ミサイルの威力が証明され、一時期戦場の主役から戦車不要論が言われるようになった。さらに対戦車ミサイルを搭載した攻撃ヘリ、対戦車ヘリが地上戦では戦車キラーの一つであり最強であった。こういうことから米軍は攻撃ヘリ AH-1 コブラ、 AH-64 アパッチを多数保有し、日本の陸上自衛隊も同様の機種を保有しているほどだ。自衛隊の戦術教育や図上戦術の際に用いる相対戦力比較では、攻撃ヘリ1機は戦車7両に匹敵するとして計算していた。筆者が陸自指揮幕僚課程 CGS 学生や幹部高級課程 AGS の戦略教官であった時も、その見方は変わってはいなかった。しかしロ軍のウクライナでのこれまでの戦いでは、その攻撃ヘリの活躍は侵攻初期を除いてほとんどない。ロ軍は戦車キラーと呼ばれる攻撃ヘリを約400機保有していた。侵攻当初に約 30% が撃墜されたが、まだ大量に残っている。これまでの戦いでは戦車キラーとして活躍していないのだ。今後米欧の戦車等とロ軍の攻撃ヘリの戦いはどのようになるのかについて考察する。1、攻撃ヘリはなぜ戦車キラーなのか。攻撃ヘリが戦車キラーと呼ばれる理由は、攻撃ヘリが地形の起伏を利用して地上を這うように歩幅飛行して戦車に接近し、対戦車ヘリに搭載する対戦車ミサイルの射程約 3000m 内に入り、ミサイルを発射すれば撃破できるからだ。戦車の弱点である上部を狙って射撃ができるのだ。戦車は戦車砲の射程外約 1500m 以遠から対戦車ミサイルを発射されるので、主砲から砲弾を発射することもできないで破壊される。攻撃ヘリは地形に隠れて自由に動き回り、1両を破壊すればすぐに次の目標を選定して攻撃するなど、次から次へと撃破し破壊していくことができる。戦車と攻撃ヘリが交戦すれば、攻撃ヘリ1機で7両の戦車を撃破できるとされてきた。戦車にとっては最大の脅威だ。2、ロ軍の攻撃ヘリ数量と戦闘能力。ミリタリーバランス2021によると、ウチ上軍の攻撃ヘリ保有数は35機で、ロチ上軍、海軍のヘリはほとんど参戦していないので除くは394機である。ロ軍の機数はウ軍の約10倍以上だ。その種類と数量は、KA-52、127機、MI-24、100機、MI-28、103機、MI-35、64機だ。また、ロ軍は、ウ軍の MI-24 よりも新型である KA-52、MI-28 を230機保有している。ロ軍とウ軍の攻撃ヘリを比較すれば、ロ軍が圧倒的に有利だ。ロ軍の攻撃ヘリ約400機をすべて展開して1機で7両の戦車を撃破できるとすれば、2800両の戦車を撃破できる計算になる。ロ軍は欧州からモスクワまでの大平原では突進してくる NATO 北大西洋条約機構の戦車軍団を撃破するには最適の兵器であると考えていたはずだ。攻撃ヘリは広大な平原を素早く飛行して射撃の位置を変え、ミサイルとロケットを撃ち尽くせば補給地まで飛行して戻って補充すればよい。そして何度も攻撃に加入できる。戦車は砲弾を撃ち尽くし、燃料がなくなれば砲弾や燃料が来るまでそこで停止せざるを得ない。弾もなく停止していれば敵に破壊されてしまう。攻撃ヘリにはこの欠点はない。そのためロチ上軍のキーウ攻略作戦では攻撃ヘリが大活躍すると考えていた。しかし、実はウ軍のスティンガー携帯地対空ミサイル、携帯サムに撃破され、その行動は止められてしまった。ロ軍は、
戦車軍団を撃破するために多額の予算を投入して攻撃ヘリを生産し保有してきたはずである。3、ロ軍攻撃ヘリの対戦車戦闘の現状。ロ軍は侵攻当初、戦闘機、攻撃機と攻撃ヘリの両方で重要都市や軍事拠点、空港や防空兵器を叩いて友軍の地上軍の快進撃を援護するはずであった。最初の総攻撃の2週間、第2回目の総攻撃の4週間目には戦闘機等および攻撃ヘリが地上軍の進撃を支援して、地上軍は北部、東部、南部で進展できた。だが攻撃ヘリを含むヘリは最初の2週間で約80機、4週間目で約40機、最初の1ヶ月に120機の損失を出した。保有数の約 15%、投入数の約 20% であった。ロ軍のヘリ保有数は823機だ。攻撃ヘリは約400機なので、全数の約 50% である。攻撃ヘリは前線で攻撃に介入し、1ヶ月で120機の半数の60機、あるいはそれ以上が撃破破壊されたと考えられる。10ヶ月で、ヘリ総数の267機が撃墜破壊されているので、攻撃ヘリは、その半数の約130、あるいは、これ以上の数量が撃墜破壊されたであろう。たった1ヶ月間でこれだけの損失が出たのは、大きなダメージである。そして、ウ軍の防空兵器、特に、携帯サムが、至るところに展開しているため、攻撃ヘリによる攻撃では成果は出ないし、損害も大きいので、2ヶ月目以降は、積極的にウクライナ領域に侵入して、攻撃することができなくなった。つまり、地上軍の作戦を、緊密に支援できていないのだ。4、ロ軍の攻撃ヘリは、今も戦車キラーか。ロ軍の攻撃ヘリは、ウクライナの戦場で戦い、活躍しているのだろうか。今、ウクライナの戦場で活躍しているのは、ウ軍に提供されたハイマースや、長射程精密誘導砲弾だ。そのハイマースを使用したウクライナ地上軍が、これまで散々悩まされてきたロ軍の火砲と、その弾薬庫を破壊している。ウ軍のハイマースなどを破壊できるのは、ロ空軍の航空攻撃か、攻撃ヘリによる攻撃だ。ロ軍の火砲ではできない。ところが、航空攻撃は、ウ軍の防空兵器を恐れ、ロの領域から出て、ウクライナに奥深く入り込んでいない。ウクライナの平地を超低空飛行して、ウ軍の防空網をかいくぐって、ウ軍の地上部隊、特に、ハイマースの位置に飛行して、接近して攻撃できる兵器は唯一、攻撃ヘリだけだ。ウクライナの戦いでは、攻撃ヘリがハイマースキラーになっても良いはずなのだが、そうなってはいない。攻撃ヘリも、ウクライナの領域に深く入り込んで、攻撃するということは極めて少ないようだ。攻撃ヘリが本来の役割を果たしてはいないのだ。5、ウクライナの戦場で活躍できない攻撃ヘリ。戦車キラーと言われたロ軍攻撃ヘリは、ヘリの損失や映像画面などで判断すると、一部だけが作戦行動しているようだ。機甲戦主体である地上戦で、なぜ、戦車キラーである攻撃ヘリが活躍していないのか、その理由を考察する。その1、平坦なウクライナの地形では、ヘリが空中を飛行すると、直ちに発見される。攻撃ヘリは地形に沿って飛行する。匍匐飛行して発見されないように近づき、そして、対戦車ミサイルを発射する。ウクライナの地形は起伏がなく、地平線まで見える平坦地であるがために、攻撃ヘリの飛行を秘匿することができない。攻撃ヘリが捜索レーダーに発見されないように、超低空、あるいは地上10メートルくらいを匍匐飛行していても、上空を監視する兵から発見される。その2、携帯サム等の格好の餌食になる。発見されれば、携帯地対空ミサイルで、さらに地を這うように飛行しても、ジャベリン対戦車ミサイルに狙われる。どちらもミサイルは命中する。ジャベリンは対戦車ミサイルなのだが、発射されたミサイル自体が、目標物を画像として認識し、それに向かって追随していく。元来、攻撃ヘリは敵の戦車、火砲、ハイマース、防空ミサイル陣地まで接近し、攻撃することができる。つまり、それらの天敵なのだ。したがって、
ロ軍の攻撃ヘリは、ウ軍の後方地域に配置されている、ハイマースや防空ミサイルを攻撃できる唯一の兵器だ。だが、ウ軍のこれらの兵器が、ロ軍の攻撃兵器で攻撃を受け、破壊されたという情報を見ない。前述のように、最初の1ヶ月は、ロ軍の攻撃ヘリが果敢に攻撃をして、携帯サムなどから攻撃され、多くの被害を出したが、その後、動きがほとんどない。テレビ映像でも見ることはない。ウ軍の末端の部隊まで、携帯サムが配置されていれば、ロ軍の攻撃ヘリは、手足が出せず、お手上げ状態なのだ。